東南アジアで動産品のトップセールスへ、鈴木知事が出発しました。今朝新千歳空港に集まったのは鈴木知事をはじめ道内の自治体企業のおよそ270人。向かう先は北海道からおよそ4000キロ、人口1億人突破が目前のベトナムです。明日から世界遺産ハロン湾を望むハロン市でベトナムとの外交関係樹立50周年を記念して開かれる北海道フェスティバルに参加します。狙いは成長を続けるベトナム市場での動産品の PR です。一致団結して北海道の魅力を存分に発信をし、そしてベトナムの良さもしっかり感じて持ち帰っていきたいというふうに思いますので、よろしくお願い申し上げます。北海道フェスティバルではおよそ60のブースで北海道の食品や観光を紹介するほか、ステージイベントも行います。旭川理容美容専門学校として行きます。ヘアショーやブースで2日間携わります。新小鳥天風龍神です。よさこいソーラン踊ってまいります、はい、せーの、挑む。鈴木知事はベトナム滞在中に政府要人らと会談するほか、19日にはシンガポールで開かれる大北海道展に参加して動産品を売り込みます。